麹町駅は東京都千代田区麹町3丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y15。正式には麹町駅だが校内表示をはじめ混在している。3層式構造の地下駅。地下1階部分にコンコース、改札口があり、地下2階が1番線ホーム、地下3階が2番線ホームとなっており。 どちらも進行方向の右側に単式ホームが設置されている。なお、改札外を通らずに両フロアのホームを行き来することはできない。このような構造になっている理由は地上の道路の幅が狭いためである。2011年11月12日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線がキューティー電車、2番線がキラメキ電車である。 2020年度の1日平均乗降人員は43,592人であり、東京メトロ全130駅中64位。有楽町線の単独駅では最多である。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通り。麹町駅の地上部分から、 一ヶ谷駅方向を撮影駅北端に隣接して日本テレビ放送も工事待ち分室の社屋があり、本社が潮止めの日本テレビタワーに移転するまでは当駅の入り口が同社のテレビ番組に移ることが多かった。また、6番で入り口のすぐ横はマイスタジオだったため見学客と共に駅を利用する客が出入りする姿も映っていた。かつては駅敷地内にも 日本テレビ構内への出入り口があり、コンコースの途中に日テレ学院の入り口があった。2019年1月、番長スタジオの稼働に伴い、工事町分室は閉鎖され、建物が解体されたため、入り口もなくなり、現在は壁面となっている。最寄り停留所は、工事町4丁目と番長である。ありがとうございます。